はい、今回は体の持つバネの力を生かして運動能力を引き上げる、そういうトレーニングをやっていきたいと思います。どういう動作をやるかといいますと、手をつきますね。でしっかりと足、後ろに置いた足をですね、前に引きつけます。で、落とします。こういう動作ですね。はい、体のバネはこういうバネです。ただ、力を抜きすぎてしまう、特に腹筋周りですね、抜きすぎてしまうと腰が反ってしまうので、そこは注意していただいて、腹筋をグッとね、力を入れた状態で行っていきましょう。引きつける、伸ばす、引きつける。はい、動作をしっかりとですね、意識しながら、しかもこの伸ばすところ、引きつけるところ、伸ばすところ、引きつけるところ、そこをやっていただくと、あなたの持つバネも最大限に引き出されて、運動能力は上がっていきますので、ぜひね、やっていただきたいと思います。だいたい、まず10回、まずは10回です。できるようになったら回数を増やして20回、30回と、ね、続けてできるようにやってみてください。今回は以上です。